暑さにぐったりしている橋広さんです。さて今回は1日で終わる自由研究シリーズ第3、レモンを超えろ、いろいろな野菜&果物をレンチにしてみたよをお送りしたいと思います。前回までですね、レモンでいろいろと電池を作ってみてですね、試してきたわけですけども、今回はいろんな野菜を使ってみてですね、レモンを超える電池ができるかどうか確かめていきたいと思います。使う野菜や果物は、バナナ、ナス、トマト、ジャガイモ、キュウリ、グレープフルーツ、大根、この7種類になります。これとあとですね、レモンを加えた8種類の野菜や果物を調べていきます。電極はですね、いつもの通り亜鉛と銅を使います。そして、いつものですね、電圧計マルチテスターを、2000ミリボルトに合わせて測定をしていきます。それではですね、測定を開始していきましょう。さあ、レモンを超える野菜果物は出てくるんでしょうか。まずは大根から、実験します。大根大きいですね。大根を、頭の方だけね、ちょっとだけ切って使いたいと思います。残りの部分はですね、もったいないのでですね、大根おろしにしたり、おでんの具にしたりして食べていきたいと思います。で、大根これ立てるとですね、ファイナルファンタジーに出てくるですね、モルボルみたいな格好になりますけども、これに銅と亜鉛の電極を挿してですね、そして結構硬いんですけども、何とか刺してですね、そしてテスターを接続していきます。銅の方にプラス赤い端子をつけます。ちょっとね、こんがらがっちゃってますけども、銅の方に赤い端子をつけて、亜鉛の方にマイナス端子をつけます。そしてテスターを見ていきます。770、ちょっとね、717ですね、717の値が出ました。次はですね、ナスを測っていきたいと思います。ナスもですね、もったいないので、ちょっとだけ先っぽの方ちょっとだけ使うことにします。で、倒れちゃうので、例によってビニールテープをスタンドにして電極を挿していきます。ナスね、意外とね、電気出ないのかなって感じがしてるんですけども、なんかパサパサで結構乾いてるんですよね。なんかね、水っぽくないん で果たして電池になるかどうかちょっと心配だったんですが、見てみると900を超えてますね。おー、すごいですね。だいたい800前後ぐらいかなと思ってたのが900超えてますね。ただね、ちょっと安定しないので、他の、果物野菜もそうですけどもですね、電極つないでから3分間放置した数値を見てみます。884という数値になりました。ナス外していきますが、言い忘れましたね、電極はこうやって1回ずつですね、テストが終わったらちゃんと拭いて、いますよ。ちょっとね、この辺は細かくやっています。そして次はキュウリですね。キュウリもですね、もったいないので、ちょっと先っぽだけとか根元の方だけ使わせてもらいます。残ったキュウリはね、この後、バリバリと食べてしまいました。で、キュウリはですね、大胆にも皮の上からそのまま刺すというですね、ことをしております。なかなかね、刺す場所どこにしようかと悩んでんですが、これが一番なんか楽でした。で、電極をつないで、で、テスターの数値なんですが、これがですね、意外と安定しないですね。860なんですけども、どんどん下がっていって安定しないですね。これまたですね、3分ぐらい放置して、数値が安定したら測っていきたいと思います。で、3分の数値が830ということですね。これもなかなかな数値が出ています。で、次はトマトを測っていきます。みずみずしいトマトですね。これを半分に切って、これもですね、測定が終わったらですね、残りの半分の方はですね、美味しくその場で食べさせていただきました。で、こちらもですね、銅と亜鉛の電極を挿します。ちなみに電極挿した方はですね、どの果物も野菜も全部ちょっともったいないですけども、破棄させていただいております。ちょっとね、銅だとか亜鉛のイオンはね、あんまり体に良くないですね。必須で体の生育には必要なんですけども、ちょっとね、たくさん取るとあんまり体に良くないので捨てさせていただいてます。875、674でしょうかね、ちょっと安定してませんね。
で結構いい数字出てますけども、またこれも3分経った後見てみると873という数値が出ました。結構トマトいけてますね。で次はじゃがいもです。じゃがいもも切っていきます。じゃがいもはね、残った方はあのカレーの一部に、させていただきます。じゃがいもにもですね、電極を刺しました。これもね、なかなか硬くてですね、刺しにくかったんですが、頑張って刺してください。で、テスターの電極をつけてですね、それでテスターの数値を読んでいきます。850。これね、結構ね、ビタッと決まりましたね。じゃがいもは結構あんまりフラフラしないですね。850とか851ぐらいで安定してます。まあ一応3分ちょっと待ってみてですね、見た結果なんですけども、852という数値になりました。じゃがいもは安定してましたね、数値がね。で次はですね、バナナ、バナナを測ります。でバナナなんですが、これもですね、残った方はですね、その場で美味しく食べました。ちょっとお腹いっぱいになってきたんですけども、美味しく食べていきました。でバナナはですね、キュウリのように横に刺さずにですね、切り口のところにですね、刺しています。ちょっとね、強引な刺し方なんですけども。で電極にですね、例によってちょっとつけにくいんですが、端子をつけてですね、テスターをつけてですね、で数値を見ていきます。845、ちょっと下がりつつ、845からどんどん下がっていきますね。安定しないので、これも3分後の数値をですね、見ていきたいと思います。3分後845という数値が出ました。バナナも意外と頑張りますね。バナナはなんか酸っぱいものが上がるような気がしてたんですけどもね。で酸っぱいものということで、グレープフルーツですね、これレモンと同じ柑橘系なので、ちょっと期待をしているところですね。ちょっとでっかくて切るのはなかなか難しかったんですが、グレープフルーツはね、残った半分は食後のデザートで美味しくいただきました。でこれにもですね、電極を刺しまして、でテスターを接続していきます。ちょっとね、イライラして、ちょっと抜けそうになるんですが、抜けないように気をつけながらですね、ちょっと緩いんですよね、ちょっとやっぱり抜けっぽくなりますね。まあちょっと大丈夫だと思います。見ると867、8、9、なんかこれはあれですね、どんどん上がっていきますね。今までどんどん下がっていくものが多かったんですけど、上がっていきますね。で3分後の数値は873でした。頑張ってますね。そして最後、シウジですね、ディフェンディングチャンピオンというか、暫定チャンピオンなんですけども、レモンを測っていきたいと思います。前回もね、測っているんですけども、同じ日に同じ条件で測らないとですね、良くないと思って、念のためにレモンも今回測っています。でレモンにも、慣れたもんですね、電極を挿して、そしてテスターのワニクリップを接続していきます。さてどれぐらいになりますでしょうか。見てみましょう。850、意外とのあれです、伸びないですね。850でも安定してます。下がりつつあるのかな、安定はしてますね。これも3分置いた数字をですね、正式に採用していきたいと思います。3分置いたらですね、850ということで、意外とレモン伸びなかったですね。で結果なんですけども、見てもらうと分かる通り、1番はね、ナスだったんですね。意外ですね、ナスですね、あんまり水気がなかったんで、数値大したことないのかなと思ったら、884で1位になりました。で2位がトマト、873で、肝心のレモンは3位でしたね、850mV、これぐらいしか出てませんでした。あと大根とグレープフルーツがちょっと低いぐらいで、あとみんな同じぐらいですね。で結論といたしましては、最も高い電圧が発生したのは意外にもナスでしたね。でディフェンディングチャンピオンのレモンはですね、3位にしかなりませんでした。で最も高い電圧のナスと最も低い電圧の大根の差は 167mV ぐらいしかありません。意外とね、これ誤差の範囲なのかもしれません。ミリボルトってね、あんまりそんな大きな数字じゃないので、誤差の範囲かもしれません。で意外と電圧の差がないことから、亜鉛と銅で発生させることができるですね、電圧っていうのはだいたい850前後なのかなというふうな気がします。この辺がですね、亜鉛と銅で作る果物や野菜の、電池のですね、限界の数字なのかもしれません。以上で終わりにしたいと思います。皆さんですね、見ていただきましてありがとうございました。また見ていただければありがたいと思います。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは失礼いたします。